立憲民主党森裕子、国会で発狂し、ヤジ連発。本日、立憲民主党の森さんが国会で発狂し、ヤジを飛ばし続けてしまいました。政府の男女共同参画基本計画の目標 30% をはるかに超えてるんですよ。あなたの内閣の女性割合はどれぐらいですか？菅内閣総理大臣。今の法の承知の通りであります。ただ女性は確かに水準を超えていると思います。しかし大学は大きく偏ってますから、そうしたことも、これ法律中ですから、しっかり答弁を聞いてください。全体のバランスというのは、それは私は違うと思います。私申し上げましたけれども、今、いや、全体としては私は言ってます。衆議院とは違うんだからね。これよりなと言いまして、もうやじというかもう恫喝になっておりますが、もうまともにですね、菅首相がもう答弁ができないような事態に陥ってしまっておりますので、最低限森さんには国会の審議を妨害しないようにしていただき、人様の話は静かに黙って聞いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。